宝塚月組トップ、月城かなとが対談会見大劇場公演5作で卒業、自分の去り際を早くに決めていた。来年7月7日の東京公演千秋楽で宝塚歌劇団を退団する月組トップスター、月城かなとが26日、大阪市内で会見を行った。トップになるまで辞めたいと思うことは一度もなかった、というが、トップに就任した時に大劇場公演5作で卒業しようと決めたといい、私は月組をつないでいく役割をいただいたんだと思い、どの時期に次に渡すのがベストなのか、自分の去り際を早くに決めていたと理論派らしく、卒業を決めるまでの過程を説明した。同時に対談する相手役のトップ娘役、海野美月には昨年夏に上演された、グレートギャツビーの時に、決意を伝え、海野からは現在公演中の、クリューゲル、万華鏡百下式の稽古が始まる段階で、一緒に対談させていただきたい、と告げられたという。月城は9年初舞台、花組トップスター、ゆずカレー、星組トップの霊誠、ラスターひしめく95期生の一人として早くから注目を集め、最初は雪組に配属された。17年に月組に組み替えとなり、21年8月、玉城亮の後を受けトップに。先日、来年5月での退団を発表した友好とは事前に話をしたが、お互い組を担う、この大事な役目を全うできるように、と、卒業したらゆっくり、対談のこととか話をしたい、と思い合った。さらに、応援してくださるファンの方がいらっしゃることは、宝塚で頑張ってきてよかったな、と思いますし、最後まで月組生として男役として全うし、対談公演の千秋楽にも、もっと見たい、と思っていただけるように邁進したい、と締めくくった。さよなら公演は来年3月29日、兵庫、宝塚大劇場で開幕する、エターナルボイス消え残る思い、グランデ宝塚110、5月12日まで。東京宝塚劇場は同6月1日から7月7日。